ます。好きな YouTuber、タマ様と、ブーちゃんです。はい。というわけでね、本日もやっていきましょう。はい。50コインで買える希望。希望希望は希望でしかない。しかない。ねえ、ほんと。明日のことは考えない。考えてられない。いや、考えてる。無謀ってわけじゃないんですね。そういう、いい大人なんで、もうね、はい、うん。はい。というわけでね、本日のキーワード。はい。あれもうね、ザ・シンプルですよ、これ。もう本当にもうシンプル。一言。まだ負けてない。シンプルでしかない。しかない。なんかね、これは本当に、なんていうかな、ドストレートな言葉なんだけど、なんか自分もそうだし、なんかその、なんていうかな、負けすぎない人間って好きなんですよね。うん、なんかただ、こじらせてるやつじゃない、負けすぎないですよ。なんか、いい意味での、本当の負けず嫌いな人って、俺本当好きで。なんか大体なんかうちのねほらお客さんとかもそうだし周りにいる人間とかもブーちゃん俺のこと知ってるからあれだけど、うん、負けず嫌い多くないですか、うんうん、多い多いからね一緒に飲むと大変になるだろゲームが終わらない終わらないもうゲームなんかした日にはねもうね誰で終わるんだろうみたいなそうそう引き際が分かんない感じになっちゃうんで、ね、まあでもなんかそれってなんかすごいなんかいいことかなって思うんですよ、うんうん、なんか人間的成長があるというかだからそのなんか例えば負けを素直に認めることって大事だと思うんですよ、うんうん、なんかその一旦それを受け止めた上でいやでもまだ負けてないって思うことって人間必要だなと思うんですよね、うんうんうん、なんかいろんなものがあるからまあ一概に全部がそうだとは言えないんですけど、うん、なんかその負けだってここで思ったらなんか終わってしまうっていう部分があるじゃないですか、うん、ね、だから昔言ったワンピースのゾロがねもうここで逃げたら帰ってこれここに帰ってこれるんじゃないかみたいなねここで負けたらもうここに帰ってこれないみたいなセリフがあったと思うんですけど、うんうんうん、まあなんかその引けない時ってやっぱりね人間あるっていうかただその引けない時っていうのもなんかそのなんていうのかな前衛的なものではなくて、うんうん、なんかその後衛的なものっていうかなんかそのこれ以下でこう例えば、ね、いろんなことをこういいよいいよって言ってきてもリミットラインってあるよね人間って、うんうんうん、そこを超えてしまったらダメだからってそこに関してはなんかこう負けちゃいけないんじゃないかなと思ってて、うんうんうん、なんかそれに対してはそうかなと思うしなんかその例えばその、まあ、こうね小学校の時にこうかけっこがありましたと、うんうん、でそれでまあ結構期待されてたけど練習不足で負けましたと、うんうんでもそこでくじけてしまうのかその子がねでも 次の年まで練習して練習して、うんうん、次の年は優勝するのか、うんうん、ではすごく大きな差があると思うんです、うんうんはい、だからその時にはそういう時にはこうもう負けてないってまだ負けてないってやれる俺はやれるってこう信じれる心が大事だよっていう意味での意味でもありますね、うんうん、ただの負けず嫌いじゃなくて自分を信じれるっていうことが大事かなっていう意味でやる言葉でもあります、うんうんはい、どうですそういうなんか経験ってありますかブーちゃん的にもまだ負けてないって思いたいそういう時みたいなまだ負けてないっていうか結構初対面の人とかと僕挨拶をさせてもらった時に、うん、どうもブーちゃんですっていう、うんね、ずっと僕基本的にすすきのにいる限りは基本ネット面で、はい、活動してるんで、うんまあ、仕事以外でね、うんうん、活動してるんですけどブーちゃんって言いにくいって言われるのとブーちゃんって言われるの嫌じゃないんですか初対面の人にって思う両方の人がいるんですよありますねよく、はい、見かけますけどこれでもブーちゃんってけなされてると思ってないしデブって言われてもけなされてると思ってないんですよそれがキャラだと思ってるのでここは僕引けないなって思っててブーちゃんって絶対呼んでくれって基本的に言ってるので豚はどうなんですか豚は言われる人に言われるとちょっとカチンときますけどだから基本的に多分カチンとは来ないですあ、これはカチンと来ない、はい、だから何みたいな感じになるんでデブキャラ売りしてほしいな俺はぜひね、お声をして言ってほしい、ね、ある意味ここは負けてない部分ですよねそうですね自分のキャラにするっていうねそうですね、うん、キャラをキャラでなんか負けたからあじゃあ本名で呼んでくださいっていうことは基本的にないので僕は、うん、そこら辺はプライド持ってブーちゃんというブランドを推してるので
うん、はい、そこは負けてない、うん、あ、そうね、負けないようにしてるかなっていうところと、あのね、デブとハゲを武器にできる人は強いと思ってるんですよ。だからうちのお客さんにもね、J っていうね、そうですね、JH っていうはい、はい、いるけど、まあなんかハゲ、まあ、あの松岡式みたいなね、そうですね、感じなんですけど、はい、なんか、まあ、あの、なんつうかね、こう、なんていうかな、ニコラス・ケイジみたいな、形で言うとね、そうですね、ブルース・ウィリスとかああいう感じですね、はい、でもなんか彼はそれを武器にしてるから、すげえ強いなっていう、うん、うん、逆にいじらないと、こう、ハゲいじりしないと、こう、なんか、今日言わないのみたいな、欲しがってくるぐらいの、周りをね、笑わせる、こう、キャラっていう、うん、ただ、他にハゲのお客さんいるときはちょっと考えるはって気使っちゃうけどだから、ね、でもそういうなんか自分の欠点とか、なんかそのなんかちょっと負い目って思うよりは、なんかその前面に僕こうなんでって出した方が強いじゃないですか、うん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 、でそれは負けじゃない、まだ負けてないっていう、うんうん、そこは負けてられないところだし、うん、負けられない戦いがあるんで、フードファイターとデブに関してはみたいな、フードファイターはちょっとね、最近ね、あの胃がちっちゃくなっちゃってですけど、物によりけりですね、はい、肉は絶対勝てないです肉は本当に肉食いますからね、びっくりするぐらい食いますからね、本当に肉だけ肉だけ、本当ね、本当に麺とかご飯は絶対いけるのに、俺の方が四十半ばにして肉めっちゃ食うからね俺より肉食う人ね、一人しか見たことないしかもその人俺の2個上まあ周りでね、周りでね、これも負けてない、負けてない、そんな負けてられないとこですからね、まだ若者には負けんよってね、うん、まだだ、まだ終わらんよシャアの言葉もありますからね、そう、だからまあその まだ負けてないって思える精神も大事だと思います、うん、だからそのただなんかその現場での例えば絶対勝負とかそういうものは、あの勝ち負けが絶対存在ね、うん、まあ、引き分けもあるけど、うんうん、で存在してしまうものは一旦負けたって判定されるんだったら負けはそれは認めなきゃダメだと思うんですよね、うん、そうですね、でそれが悔しいならなんかそれを原動力に頑張ってほしいと思うし、まあね、そういう言葉もありますね、またあの次の機会にでも、はい、僕イケメンには勝てないですから、ね、いやいや、はい、それよりもまたね、なんかあれですからね、まあ、男は顔じゃないっていう人もいるしなんかいろいろありますけど、まあ、勝負したとしたらね、うん、僕はその舞台に立たないですけどいやもうイケメン勝負的なね、絶対立てないわけ、うん、それはまあそれはまあそれはまあ、 あのジャンル違いの部分だ同じ土俵で勝負しないですよ、同じ土俵で勝負しないですよ何の勝負か分かんないけど、分かんないけど負けてられないですか、それは負けてられないから、負けてられないからね、そう頑張りましょうということでね、はい、すすきの YouTuber として頑張っていきましょう、はい、はい、というわけでね、本日もね、もう気に入ったらこちらのね LINE スタンプの方買ってみてください、はい、はい、以上、それではね、あの本日の動画が、ね、気に入ったら高評価、グッドボタンね、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、すすきの YouTuber たまさまとぶーちゃんでした。したっけー、やっほー、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最新の動画、おすすめ動画もぜひ見てください。